今日の朝のこう朝一で自分はパソコンで一応ニュースみたいなのをチェックするんですけど、まあ高齢者のまあ運転、まあ自分は62でまあ65から一応世の中で高齢者みたいふうに言われて、75では後期高齢者みたいな感じで、まあまあ70過ぎたら運転のね、技能っていうのはちょっといろいろやらされることが増えるんだよね。でそれが、来年の5月13日から、まあ、料金も上がるし厳しくなるということですね。70からまあ表はまあいろいろ見ますと、70から74で違反がないような場合は、実車の指導で、点数評価して良ければ、免許を更新されると。で75歳以上になると3年間に違反があると、技能審査っていうのをお金払ってやってダメだったら免許証は更新されないと、まあ、今まではあくまでも法的根拠は なかったんですよ。強制力はなくて最終的に決めるのはまあ自分であれだったんですけど、今度は法律で、免許は更新させませんっていうふうに なります。まあやっぱり池袋の事件が一番効いてますね。でそれ以外でも合格してもこの認知症の恐れがあるかないかでありってなった場合には取り消しっていう風にできるみたい。でその審査をされるのが大体年間15万人いるということで、75歳過ぎてから、この11個信号無視、逆走、追い越し車線での長時間走行、速度超過、禁止場所での横断や、U ターン、踏切の遮断、遮断踏切立ち入り、交差点の右左折時のルール違反、交差点で他の車両の進行を妨害、横断歩道者の妨害、踏み間違いや安全不確認、携帯電話使用というのが、過去3年以内であった人の、75歳以上の場合は、が15万人いるということです。まあ、結局、だんだんと70過ぎて、さらに75過ぎてから免許持つのはかなり難しくはなってくるでしょう。今の、少なくともそうですね、8割ぐらいになるんじゃないのかな。まあそれがいいんだよ。でも世の中のためにそこで残する免許がね、車の免許はまあ自分も言ってるけど69、70までには返す、四輪普通免許は返す覚悟でいますので、そのために、残すものを、何も免許を取らなければはい、それでもう返しちゃうし、普通原付免許だけ残してくれてれば原付だけ残してもらえます。普通免許っていうのは原付がついてきますから。でその時の自主返納の時に言えば手数料はかかんないというふうに警察の人に聞いたら言ってましたので、まあ、返納も警察は進めてるんで、はい、喜んでやってくれるとは思いますが、そうなったら原付乗っても年寄り乗ってもいいんですが、世の中30キロで行動範囲が、まあ、ただでさえ年寄りで狭い範囲でさらにどこにも行けなくなっちゃうんで、それじゃあ寂しいので自分は、第二原付を取りました。目的はそれです。70前に自分は返納する覚悟でいますので、はい、その時に、この、普通自動二輪の小型オートマ限定、これを今62に、今年9月に取りましたので、
これを残してほしいので、これだとまあ60、70、80ぐらいは出せますので、本当の、車と同じ速度は出せますので、逆に高速はいけないのでその方がいいです。自分にとっては安全で、はい。ですからこれからこのもっと取る人増えます、このオートマ、小型限定は。まあ、若いお姉ちゃんもいますし、若い人もスクーターでそのハンター株みたいの乗りたいっていうふうに、ね、私と一緒に教習所いた人も、ね、3人のうち2人がハンターのファンなんで、好きなバイクもあるし、スクーターはやっぱり乗りやすいし、いいと思いますよね。で、まあその人はね、だから若い人はそれから、普通の、まあ、ミッションを取るのもいいし、若い人は次から次希望があってお金も稼ぐんだから好きなようにやってくれればいいし、でもう一方はこういうふうに70歳、になってきて、ね、踏み間違いの事故が増えてくると法改正があってだんだんと車を運転できなくなるので、この免許を第二原付免許取る人が増えてくると思います。あとはやっぱり定年退職で、まあ、60とか65とかを境に、当時若い時取った人は、持ってるからいいんだけど、でも、ね、40年乗ってなくて免許あるからってそれから乗ろうとしてもちょっと無理が、まあ、それは分かんないけど、まあ、免許証は乗ってもいいのでそれは構いませんから、僕は若い時は取ってなかったんで、はい、だから62で頑張って取って、はい、これを、生涯の、生涯の友の免許ということにします。だからちょうど中間の年齢層っていうのがこの小型の、オートマの限定は中間はいないような気がするな、あんまり、若い人が取りやすいように取るのか、まあ、入門編ですよね、自動二輪に関して、あ、重いなーとか、あれなーとか、なんかいろいろね、なん か、もうオートマで軽くてちっちゃくてなってお姉ちゃん受けしやすいような、ね、この小型オートマいいし、ちょい乗りには本当に向いてるしといって、ストレスもないしみたいな感じで非常にいいと思うし、あとはその高齢の人がね、家族から免許返しなさい、危ないから家族にも迷惑かけんだよおじいちゃんなんて言われれば、ね、そっかなってなって、その時に残す、第二原付としてもこのオートマスクーターっていうのは年寄りにもいいかなと、いい免許じゃないかなと思います。ただ70で取るのと60で取るのはまた違うので、それはもうなるべく若いうちに取ればな、はい、自分は60、それが 2だったんで、この免許はそのために残せます。私はそのつもりで取りました。ただちょうど、まあ、今日そういうふうに来年の5月から5月13日から、まあ、手数料が増えたり、まあ、方法も教習所とやでやったり警察の運転免許センターでやったり、そういうふうに、審査があるらしいですね。特に75歳の3年、過去3年に違反をした人はより取りづらくなります。つうか更新しづらくなります。でも、はい、これは仕方ないことです。人間みんな老いていきます。はい、それはもう嘘じゃなくてもう事実なんで、誰も、はい、否定はできません、隠せません。はい、その時に大迷惑をかけるのはやっぱりみんな嫌なんで、あと、まあ自分は嫌なんで、はい、そのために返す覚悟は、はい、60代で返す覚悟はしてるので、69ですね、70の前に、はい、ですから今の PCX は、僕は多分生涯乗りますので、直し直し、乗りたいと思います。